え、なにこれ、でかっ。60センチぐらい。立山港ですね、立山港、イワシがたくさん入ってます。これを餌にして、こんなことあるんだね。びっくりだ。立山港ですね、立山港、イワシがたくさん入ってます。カタクチイワシのようですね。これがいるんで、シーバスとかヒラメとかタチウオとか、そういったものも入ってきてるんじゃないかなと思います。いいですね。さて、夜の漁港にやってきました。ちょっとね、前から一度やってみたかったことをやってみようと思って、今日はこの漁港に来ました。これね、昼間取ったカタクチイワシです。はい、群れてたんでね、トリプルフックで引っ掛けて取りました。4、5匹取ったんでね、これを餌にして、夜の漁港で釣りをしたら何が釣れるか、前からね結構気になってたんで、やってみようかなと思います。で、仕掛けはね、これね、ブラックバス用のフックなんですけれど、大物用のフックを使ってます。で、これね、重りがなかったんで、まあ 20g ぐらいの重りだったら何でもいいかなと思うんですけど、ジグヘッドで代用です。下にも餌つけて投げ込んでみようと思います。餌はね、結構適当ですけど、こんな感じです。こんな感じです。尻尾と頭と分けて上下につけて、これで投げ込んでみようと思います。
れた。タコ釣れたんだけど、ルアーで。タコ釣れたんだけど。アジングタックル放置してたらタコ釣れた。こんなことあるんだね。びっくりだ。見てください。アジングタックルボトムに置いといたら、まさかのタコ釣れました。これはマダコですね。マダコなんで持って帰ろうかと思います。やったね。見てください。アジのジグヘッドが刺さってます。ワームしかもほらこれ。ワームこれ食べてますね。ワームほら。噛んで食べてますね。まさかのタコか。びっくりだ。びっくりだ、タコ釣れた。びっくりだ、アジングタックルでタコ釣れるとは思わなかったよ。びっくりした。何これ、アナゴ、アナゴ、え、何これ、アナゴ、アナゴだよね、アナゴ、でかいアナゴ。何これ、アナゴってこんな大きくなるの、え、何これ、アナゴだよね、めちゃくちゃでかいんだけど。え、待って、これ見て。60センチぐらいあるよ。うわ。美味しいのかな。持って帰ってみるか。ちょっと。今回ね、冬の南房総でカタクチイワシ、キングオブベイト、カタクチイワシを使って釣りをしてみました。当たりは結構多くて楽しかったですね。だけど針がね、ブラックバス用の針っていう舐めた装備だったんで、なかなか魚を乗せることができなくて、釣れたのは最後の1本だけでしたね。なんで今度は針のサイズを小さくしたりだとか、装備をきちっと装備を整えて再挑戦してみたいなと思います。楽しい釣りでした。
これがいるんでシーバスとかヒラメとかタチウオとかそういったものも入ってきてるんじゃないかなと思います。いいですね。したんですけどバレてしまいました。残念ながら除夜灯の光から出たところの明暗の境目でヒットしたんですけど取り逃がしてしまいました。65センチくらいあったかな。残念です。なんだ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 、よいしょよいしょ。ヒラメじゃん。またヒラメだ。なんとアジングタックルで、なんとアジングタックルでまたヒラメです。小さいですけどね。最近ソゲによく縁があるな。この子はリリースしましょう。小さいんで。クロアナゴっていう種類らしいですね。結構脂が乗ってるような。料理が完成しました。